ちゃらになることありそうもない。先祖のツケを背負い込んで、とぼとぼ歩く未来だけ、しかめで生きればごまかし聞くけど、そこまで頭が悪くもないないない。焼きクソ焼きクソ焼きクソパワー、開き直れば力が湧くぜ。焼きクソ焼きクソ焼きクソパワー、そうでもしなけりゃ進めない、仕事においらの誇りをかけて、おいら宇宙の炭6メインコントロール、軌道変更確認後コントロールを引き継ぎます。了解。部長、トラブルか。気になるゴミがあるんです。ゴミの軌道を消してくれ。ゴミとのニアミスなら珍しくもないだろう。ええ、でも核物質か。ええ、軍事衛星っぽいですね。回収船をテレメトリーで出せ。了解。トラブルですか。迎撃用にレーザーを立ち上げておけ。強制破裂か。破裂、月軌道に乗りました。了解。フューズ5に入ります。ドンピシャ、シミュレーション通りっすよ。艦長、はしゃぐんじゃないよ。何でもコンピューターの予想通りなら、人間様が宇宙に出てくる必要なんかないんだよ。おい、また説教か、進化は。4年もこの調子っすからね。ほら、来たよ。アクシデントは起こるもんなんだよ。はい。コウザブロ、業務終了。帰るよ。了解。噴射3秒前。
ったく何度言ったら分かるんだ。ここは仕事場なんだ。ガキの来ていいところじゃないんだぞ。おいらだって今日の試験に受かりゃ一人前だ。とにかくだ、ここでは作業艇の操作を覚えんと仕事にならん。おっちゃん、こら、子供は入っちゃダメだ。遅刻か？セーフだ。ダメだ、無重力じゃこいつにはかなわん。大先輩だからな。おいら、南部牛若、12歳です。タコロです。トータチス生まれの宇宙育ちだ。トータチス生まれで生き残ったのはこいつだけだ。仲良くしてやってくれ。おっちゃん、あれフキちゃんか？ああ。すっげえ。鮮やかなもんだ。あれは合格だな。ライバル登場だな。ライバル、行け男の子、勝負してこい。よし。おい、タコロはダメだ。コンピューターが一緒だと試験にならん。申し訳ない。教官、なんで宇宙基地に子供が？おかしいじゃないですか。ああ、うせえうせえ。子供に居場所がないくらい本人が一番よく知ってる。危ねえだろ。牛若、やったー、合格。話せよ、おいらたちライバルなんだかんな。ライバル？子供扱いしてごめんね。ビーで。よし、絶対合格して弟みたいなかっこいい宇宙飛行士になる。南部牛若、飛球試験始めます。バッテリー装填。太陽発電レクテナの AP300 の部品交換、48分以内か。よし。ユミコ、あれは息子じゃないかい？ああ、挨拶してったよ。4年ぶりに弟子も帰ってくるし、今夜ごちそうかね。今は試験に集中だ。ハレ
への爆炎で通信障害の可能性あり。97最終秒読み。ハレーの核東田の影に入ります。97完了。ハレー彗星軌道固着に成功。ミサイル衛星の攻撃中止。コードハッキング続行中。ご苦労さん。接近しすぎるな。衛星の自己防衛ルーチンが作動するぞ。はい。目標捕捉470秒後にランデが消えました。ハレーの爆炎に入ったようです。雲から出るのは11万8000ミリセコンド。2分間に合うか。レーザーを準備。急げ。はい。18分以内に帰れば合格だ。楽勝。送信を再開しました。衛星との接触12秒前。衛星行動を確認。武装解除。よし、よくやった。あ、ミサイルが片方ありません。何、非常事態。絶対確信。こちら風雲です。ラブランジャワンで天候を確認。何があった？ハレーの塔で光熱センサーが全員。詳細不明。最終原則到達、有効終了。上出来上出来。おいしいか。プロペラントの残量を計算しろ。え、急げ。ドックの確認に次ぐラコンテールは13秒後にフル加速に入る。ラコンテール、何やってんだよ。噴射方向にいる者、緊急退避。ゴタブロ、テーブに激突するぞ。噴射。バカ野郎、動いたのはてめえらの子だ。水力 40%。 100% に。ドックの中で無茶ですよ。やれ。責任取ってくださいよ。いける。ダメ、全体がよじれる。出せばなる。燃えるのだ、しんか。燃えません。あ、うそ。ガス欠です。
燃料、バッテリー、起動、帰りつけるか。厳しい。地球が軍事衛星の起動と高度を公開してくれてさえいれば。非常用バッテリーに切り替えて。了解。安全措置は十分だったはずだ。全くありえない事故だ。そのありえないことで現に死人が出てるんだよ。ぐだぐだ言ってる間に救援のシャトルでも送ったらどうだ。バーチャルルームへ行く。どうだ、作業艇を識別できそうか。ビーコンを発しているものに関しては問題ないのですが、そうでないものは何とかしてくれ。そうでないものこそ救助が必要なんだ。はい。部長、リリーフ許可をくれ。救助に出たい。無茶を言うな。ドックが使用不能なんだぞ。生徒がまだ外にいるんだ。無傷の作業艇が2機ある。プロペラントの補給さえ受けられれば行動可能だ。よし、燃料タンクにビーコンをつけてクレーンで押し出してやる。よし、やろう。教習は中止だ。全員センタービルの深いところに退避。はい。河原町はタコロとついてこい。はい。タコロ、牛若に連絡。了解。牛若、残念だが教習は。おい、牛若、牛若。今ちょっと忙しいんだ。後にしてくれよ。牛若、教習は中止だ。なんだと。そんなの絶対ダメだ。危険牛若、トータチスで大事故が起こってるんだ。おとなしく救援を待て。救援なんか送ったら、そんなことしたらもう遊んでやんないからな。牛若くん、危険を上手に回避するのもパイロットの大切な資質よ。でも試験に落っこっちまう。命があれば何度だってチャレンジできるわ。うん、そうだよな。死んじゃったら何にもならないもんな。そうよ。 SOS ビーコンを発信して。あれ、通信障害だ。牛若くん、あのバカ、説得されそうになったんで、ムキになりやがった。もう、助けは呼べない。フキちゃんは試験に受かったからあんなこと言えるんだ。トータチスで事故が起こったんなら、もう二度とチャンスはないかもしれないじゃないか。そうか、迷惑をかけちまうね。いや、でもバカはバカなりに何か考えてのことだろうと思うんだよ。あの子の好きなようにさせてやってくれないか。野田よ。坊三郎か。ああ、俺からも頼む。あいつの意地も考えてやってくれ。そうか、
お前たちがそこまで考えているなら。心配かけちゃうね、野田さん。わけにはいかないんだよ。そっといつもこいつも引っ張りが。第二カバーナ、今は生き残るのが先だ。素直に心配すればいいのにね、タコロ。はい。牛若くん、必ず生きて帰ってきてよ。よし、修理完了。よし、目測15度。五度？コンピューターがミスをするだろうか。加速用の燃料もね、どうしよう。バカな。しかし現にコンピューター現在のデータをもとに到達地の軌道を計算。了解、表示します。コンピューター、確率は82%。 予想軌道高度 160km。 地球到達時間66時間40分後。240万秒。爆発のショックで機能の大半を失い、クルーの脱出さえままならぬトータチスは地球衝突への軌道を進み始めていた。その奥深くで自爆装置が作動を開始する。今、二重のタイムリミットが静かに時を刻む。一方、一人宇宙をさまよう牛若の運命は。次回、オイラ宇宙の炭鉱第2話、デストロイ&エクソダス。